僕は怖がる沙織ちゃんの手を握りながら屋上へと踏み出した。さあ、誰かと相対するのか、それとももう屋上にはいないのか。黄色い大きな月がぽっかりと深淵を描いている。ほのかな月の光に照らされた僕たちは青白い炎のように輝いて見えた。ああ、でもこの文章を前に読んだっていうことは、冊数に屋上にはもう誰もいなくって、代わりに桜並木のところに人影があるっていう感じになるのかな。足元には二人の影がくっきりと浮かんでいる。うん、いないよな別に。でここで新庄さんのアップが来る。ぐるりと見渡してもそこには誰もいなかった。いない。女生徒の姿などどこにも見当たらなかった。ヒューと冷たい夜風が僕たちの足元を吹き抜け、沙織ちゃんのスカートをはためかせた。うん、これは幽霊説を濃厚にしてしまう。見間違いじゃないの？絶対に？沙織ちゃんが口元を引きつらせながらそう聞いてきた。見間違いだったと言ってほしそうに僕を見つめる。見間違いなものか。確かにここに制服姿の女生徒がいたんだ。消えたってこと？それじゃあ、まるで。沙織ちゃんの顔がさーっと青ざめる。僕はゆっくりと唇を動かした。幽霊とか。いや沙織ちゃんがギュッと僕の腕を掴んだ。違うよ。幽霊とかなら鍵を開けて出入りしたりしないだろう。ここに来た時、屋上の鍵が開いたままだった。きっと閉め忘れたんだと思う。すれ違いになったか。僕は辺りを見回した。もしくはまだここにいるか。沙織ちゃんはビクッと体をこわばらせて僕にしがみついた。彼女はキョロキョロと辺りを見回した。高くなった貯水タンクの横や入り口の裏側など死角になっている場所はまだいくらでもある。そこにいないとも限らない。もう少し見回ってみるよ。僕は沙織ちゃんを体から離して影になっている場所を片っ端から見て回った。その間も沙織ちゃんはポツンと中央で立ちすくんでいる。一通り見て回ったものの、どこにも人影らしいものはない。どうやらここにいるのは僕たちだけのようだ。いる。沙織ちゃんが小さな声を上げる。心底怖がっているような感じだ。深夜の学校を探検するのは平気なくせに、幽霊関係にはからっきし弱いらしい。うん、いないよ。すれ違いになったんだな。はい、失礼、ちょっと電話に出ておりました。あの制服の女の子は一体ここで何をしてたんだろう。ただ単に時間を潰していただけ、それとも何か目的があったのだろうか。何か目的が、例えば何かを見ていたとか。ここから見えるものといえば、僕はあることに気がついた。ここからなら学校のすべてが見渡せるじゃないか。正門からでも裏門からでも学校に出入りする者がいればすぐにわかる。ここで観察していればいいじゃないか。学校見張るならばこれほど適した場所はない。まさかさっきの女性とも誰かが学校に来るのを待っていたのではないだろうか。考えられないこともない。ゆうくん、何かあったの？返事してよ。もう全然ダメじゃん。もうダメじゃん。沙織ちゃんのか細い声が聞こえ、僕は本来の目的を思い出した。ああ、ごめん。何もないよ。まあでも、月島さんはあんまりそういう、何も警戒する必要がないというか、電波はもう自由に操れるんであれば、誰かが来たところでもそれ操ってしまえばもう、おしまいだから、それほど警戒する必要ないのかなって思うんですけどね。僕が戻ると沙織ちゃんは再び僕の腕にしがみついてきた。から離れよ。なんだか気持ち悪いよ。弱々しい声。誰でも苦手なものはあるものだ。あの時僕は幽霊の話題を振りさえしなければ、きっと沙織ちゃんもさっきの調子のまま明るい調査が続いていたはずだ。うん、そうだね。そうしよう。幽霊とかを連想させるようなことは今後一切口に出さないように気をつけよう。まあ新庄さんにとって必要なのは、これが幽霊騒ぎじゃない、幽霊とは全く関係ないっていうことを証明する何かだと思うんですけど。しかしここは本当に見晴らしがいい。見渡せば正門や裏門が一望でき、例の第二体育館の桜並木もよく見える。
特にこんな明るい夜は、学校に近づく者がいればすぐに気づくことだろう。この辺は前と一緒だな。ここに隠れて見張るのもいい考えだが、沙織ちゃんがこれほど怖がってるうちは一刻も早くここから離れてあげた方が良さそうだ。沙織ちゃんは今もキョロキョロと後ろを見たりと落ち着かない。よく蛇が嫌いとかゴキブリが嫌いとかいう人が、こんなに幽霊を怖がる子も、人はいるが、こんなに幽霊を怖がる子も珍しい。そういえば最初に廊下で出会った時、沙織ちゃんはおばあちゃん子だという話が出た。年寄りはよく小さい子に怖い話を聞かせるものだ。沙織ちゃんの語り口調を聞いている限りは、彼女のおばあちゃんもよっぽど話し上手だったに違いない。三つ子の魂100までの言葉通り、小さい頃から臨場感あふれる怪談をたっぷりと聞かされて育った沙織ちゃんは、実は誰よりも幽霊とかを信じていて、人一倍その手の話を怖がるようになってしまったのだろう。だからキャーキャー騒ぎながら軽々しくそんな話をする子らが許せないのだ。ここにいる限り、沙織ちゃんは幽霊のことを考えてしまう。僕は素直に屋上を離れることにした。その時だった。お？あ、太田さんかな？突然沙織ちゃんがそんなことを言って正門の方を指さした。僕はその指先の向こうに視線を向ける。まあこのタイミングだと太田さんだろうな。あ、人だ。誰かがいる。正門のあたりにポツンと人影があった。黄色い月明かりがスポットライトのようにとっぷりとその人影を照らしている。私服姿の女の子だ。うん。その子は正門をくぐると第二体育館沿いの桜並木を通り校舎の方に歩いてくる。まあ、みずほちゃんお見舞いに行ってないのかな、こっちの世界線だと。来たよ。本当に来たよ。それに関しては幽霊だと思ってないのか。それまでビクビクと怖がっていた沙織ちゃんの表情に正気が戻ったような気がした。霊の子たちかな。どうするの。彼女は何をしていいか分からずにあたふたする。早く追っかけた方がいいんじゃない。いや、もう少しここから様子を見よう。あの子がどこへ行くのかを確かめなきゃ。僕たちは低く頭を伏せて橋の方へと移動する。金網越しに覗いて私服姿の女の子を観察する。残念ながらここからでは顔はよく見えなかった。どこへ行くのかな。さっきまでの青白い顔の彼女はどこへ行ったのか。沙織ちゃんは興奮とかすかな緊張に目を輝かせて女の子を見つめている。他にも集中するものが現れたおかげで、ようやく本来の彼女を取り戻したといったところか。僕たちは私服姿の女の子を目で追い続けた。その子は東校舎に近づくと、階段脇にある非常口の扉の前に立った。すんなりと扉を開く。鍵を開けた様子はなかった。鍵が開いてる？初めから開いていたのだろうか。あらかじめ内側から何者かが鍵を開けておいた。そうとしか考えられない。中に入っていっちゃうよ。女の子はそのまま非常口の扉から東校舎の中へと入っていく。扉がパタンと閉められた。やっぱり学校の中で何かやってるんだよ。沙織ちゃんは頭を低くしたままこっちに顔を向けて囁くように言った。初めから鍵が開いているみたいだった。きっともうすでに中に誰かがいるんだ。僕はそう言いながらスッと立ち上がる。東校舎に行ってみる？もちろんさ、行って調べなきゃ。もともとそれが僕たちの仕事なのだから。確か東校舎のあの辺は文化系の部室が並んでるとこだったわよね。じゃあ文化系のクラブイン連中に何か関係があるのかしら。沙織ちゃんの瞳がキラキラと輝いて、あ、そうか、あの辺ってそうだっけ。実は僕は学校のことについては疎いの。さっき巡らなかったの。ちゃんと調べてない証じゃん。間違いない。沙織ちゃんはなんとも楽しそうだ。なんだか私ワクワクしてきちゃった。いかにも危険な事件に関わってるって感じ。まるで映画のワンシーンみたい。沙織ちゃんすっかりいつもの明るさを取り戻したみたいだ。ってことはきっとさっきここにいた制服姿の女の子も連中の仲間だったに違いないわ。やっぱり幽霊なんかいるわけないものね。パチッとウィンクス。沙織ちゃんのお茶目な癖、いつもの調子を取り戻した証拠だ。僕はそんな沙織ちゃんにつられて笑顔を返した。東校舎に行ってみよう。うん。僕たちはやや駆け足気味に屋上を後にした。
でも結局屋上にいた子っていうのは何者なのかはこのルートじゃ分かんないような気はするな。屋上を出て東校舎へと向かう途中、沙織ちゃんは僕にそっと本当のことを打ち明けた。私ね、正直言うと幽霊とかが大の苦手なんだ。はい、知ってます。沙織ちゃん恥ずかしそうにペロッと舌を出した。みたいだね。小さい頃からよくその手の話を聞かされて育ったからかな。そんなのいるわけないって分かっててもやっぱりすごく怖いのよ。強情にいないいないって否定するのも本当は怖いからなのかな。うん、恥ずかしそうにつぶやく。でもね、そういうの怖いくせにね、今みたいな調査とかってすごくワクワクして好きなの。怖いのを差し引いても全然プラスなのよ。わかるような気がする。沙織ちゃんってもともとそういうのが好きそうだもの。うん、好き、大好きよ。こういうことやってるとなんだか生き返るような気分になる。生き返る？そう、生き返るの。多分普段生きてる私って心のないゾンビみたいなものでさ、こういう時だけ生き返るんだと思う。お、これ主人公と気が合うじゃん。沙織ちゃんいきなりそんな突拍子もないことを言い出した。心のないゾンビか。よく灰色の学園生活とか言うでしょ。まさにその通りだと思う。毎日毎日同じことの繰り返しでさ、つまんなくて現実が色褪せて見えるのよ。みんなもう爆発寸前よ。みんな？みんなって？みんなよ、学校中の。ううん、この日本に生きてるみんなよ。変わり映えのしない毎日に狂いそうになって、何か新しい刺激に飢えてるのよ。狂う？そうよ。だいたい例の副会長の子が精神病になった時もみんな結構すんなりと受け入れてたでしょ。みんな自分たちもいつ壊れてもおかしくないって思ってるからだと思うの。壊れる？うん、狂気って案外身近なのかもしれないよね。こんなつまんない毎日を送らされてるんじゃおかしくなって当然よ。来る、壊れる、狂気。まさか沙織ちゃんの口からそんな単語が飛び出すなんて思いもしなかった。何が一番いけないのかって、みんなもう自分たちの未来が見えちゃってるってことだと思うのよ。私だってそうでしょ。卒業して大学行って OL になって結婚して子供を産んで、そしたらあとはもうおばあちゃんになって死んじゃうだけでしょ。つまんないよね、現実がつまんないから。みんな非現実的なことを求めちゃうんだと思う。現実が耐えられないんだと思う。じゃあ沙織ちゃんが今夜の調査に参加したがったのもそれが原因なんだ。ちょっと失礼失礼。はい、失礼失礼。じゃあ沙織ちゃんが今夜の調査に参加したがったのもそれが原因なんだ。だっていかにも非現実的じゃない？夜の学校でいけないことしてる連中がいて、それを極秘調査するなんてすっごく刺激的。まあ日常的じゃないな。そもそも私がバレエやってるのはストレスとかフラストレーションとかを発散させるためなの。所詮私程度のプレイヤーなんて全国レベルから見たらずーっと下の方よ。もともと私にはバレエの才能なんてないの。それでもバレエやろうと思ったきっかけは何だと思う？かっこいいから。ブッブー、残念でした。あのね、スパイク。何の話をしてんのよ。スパイク？うん、スパイク、バシッって打つじゃない。あれがもう最高に気持ちよさそうに見えたからなのよ。ストレス発散できそうって思ったからなの。でもね、これがやってみるとせこいものなのよ。男子の方は結構バシバシって感じなんだけどさ、女子はね、時間差とかフェイントとかはもういいから、ビシバシ打たせなさいよって感じ。
つまり沙織ちゃんは毎日刺激を求めて生きているわけなんだ。うん、そう。でもきっと私だけじゃないよ。みんな同じだもの。ビデオ見たり、ゲームやったり、漫画や小説を読んだり、それってみんな非現実を求めているわけよね。ここだけの話だけど、友達の中には売春とかをやってる子もいるのよ。聞いてみるとね、やっぱりその子たちも何か刺激が欲しいって思ってるらしいんだ。売春とかは賛成できないけど、その気持ちはよくわかるの。まあだからって今回の件に関しては好奇心で首を突っ込むような内容ではないと思うけどな。まあそこまで深いことは知っていなかったからか。みんなつまらない現実に悲鳴を上げている。それから逃れたいために様々な非現実を求める。沙織ちゃんはこの調査に参加することで、その友達は売春行為をすることで、例の集団は学校で性行為を行うことで、そして僕は世界の破滅を妄想することで、ほんのひとときだけこのくだらない現実から逃避することができる。そして狂いそうになった自らの精神を必死に癒すのだ。狂いかけて癒して、狂いかけて癒して、永遠に続く拷問。みんな狂気の扉を開きかけている。扉を閉めずそのまま向こうの世界へ行っちゃったのが太田さんなのだろうか。うん、まあでも同じ日常を選んだのも自分だからな。うん、もう未来が見えちゃってる。このまま OL になっておばあちゃんになってみよう。それを選んでるの自分だからな。なんとも言えないよな。目的の場所に近づき、僕たちは声を潜めた。足音を忍ばせる。ここで正面からばったりと例の私服姿の女の子に出会わないとも限らない。僕と沙織ちゃんはそろそろ移動していく。僕たちは渡り廊下を抜け、ようやく東校舎の文化部の部室が並ぶ廊下へとやってきた。今日ここへ来るのはこれで2度目だ。放課後に一度瑞穂ちゃんを訪ねて生徒会室に来ているからだ。しんと静まり返った廊下、近くに人がいるとは思えない。ましてやどこかで男女がみだらな行為を行っているとはとても考えられなかった。僕たちはまず先ほど私服姿の女の子が開いた扉を調べてみた。やっぱり鍵が開いている。僕は囁くように言った。緊急避難用の非常口で滅多に開かれるはずのない扉の鍵は開いたままになっている。一般の生徒がこの鍵を持っているとは思えない。中から誰かが、開いたと考えるのが妥当だろう。さっきの子、この近くにいるのかな。沙織ちゃんがひそひそ声を出す。今来た廊下ですれ違わなかったことを考えると、この辺のどこかの部屋にいるんだと思う。じゃあそこが奴らの犯行現場ってわけね。もう普通に声とか聞こえるような気するけどな。やっていることがやってることだから。沙織ちゃんすっかりもう結論を出してしまっている。叔父の憶測が果たしてどこまで正しいのか僕にはわからないが、犯行などと決めてかかるのはまだ早いと思う。確固たる証拠がないのだから、一通り調べてみようよ。音とか聞いてみるといいんじゃない。沙織ちゃんはそんなアドバイスをしてくれる。さてどうしたものか。おお、選択肢か。一応セーブするか。扉の隙間から明かりが漏れていないか確かめる。音を聞きゃすぐわかると思うけどな。一応セーブするか。はい、セーブをしました。じゃあ音を聞いてみろを選びたいと思いますが、これ扉の隙間から明かりが漏れていないか確かめろを選んだとしても結局音がするか分かりそうな気もしますけど。結局のところ新庄さんが提案したその音を聞くっていうやり方、それに従うっていうチームワークを高めるために、沙織ちゃんのアイディアに従い、僕たちはその並びにある部屋の扉すべてに耳を当て、片っ端から中の音を聞いてみた。軽音楽部、写真部、文芸部、演劇部、科学部、茶道部、美術部、その他もろもろ。次々に耳を当ててみたが、どこも中に人がいる気配はない。どこも何も聞こえないね。沙織ちゃんは残念そうに言った。あとは倉庫と空室が2つ。それに生徒会室か。とりあえず、全部調べた方がいいんじゃない?沙織ちゃんがひそひそ声で言う。うん。僕たちは残った部屋も全部調べてみることにした。倉庫や空室は何の異常もなかった。残されたのは生徒会室のみ。
まさか生徒会室が夜遊びの現場に使われているはずがないとは思うが。いや待てよ、そういえば太田さんは生徒会副会長を務めていた。夜遅く学校へ行くとしたら一番入りやすいのはもしかしてこの部屋なのではないだろうか。ゆうくん、どうしたの？あ、いや、なんでもない。はい。ここからまた、音声ミュートとカットの応酬になると思いますけど。応酬ではないか。僕は生徒会室の扉に耳を当てて、中に人がいないか探ってみた。冷たい金属の感触が扉から耳に伝わる。はい、またしゃぶってる音声が聞こえますけど声だ。声がする。女の声だ。それも喘ぎ声のように聞こえる。どうしたの？僕の表情を察した沙織ちゃんが目を輝かせて聞く。この現場を目撃した沙織ちゃん、新庄さんがどういう行動に出るのか。幽霊の話になった時はあんだけビクビクしていたけど、この現場を目撃して新庄さんがどういう気構えになるかっていう、そこがもう信頼できるか新庄さんを信頼できるかどうかが関わってくるとこだと思いますが。何か聞こえる？でもこんだけ喘いでりゃさすがに耳をそば立てなくても聞こえると思うけどな。誰かいる。中にいるよ。本当？どれどれ？ひそひそ声でささやく沙織ちゃん。僕は扉から引き、沙織ちゃんと場所を変わった。今度は沙織ちゃんが扉に耳を当てる。彼女も何かを聞き取ったのだろう。顔が、頬がポッと少し赤くなる。真っ最中、みたいよ。沙織ちゃんは困ったような複雑な表情で苦笑した。中を確認しないと。やや声を高めてしまった沙織ちゃん、慌てて口を押さえた。覗くなんて人聞きが悪い。確認するだけだよ。何をやってるのか、中にいるのが誰なのか。結局覗くことに変わりないのね。僕は沙織ちゃんを扉の前から下がらせると、物音を立てないように気を配りつつ、そっとレバー型のドアの、ノブを握った。しかしやっぱり手を離す。ダメだ。この作りのノブを動かすと内側のレバーも一緒になって動いてしまう。中の者が扉に注目していればすぐにも気づかれてしまうだろう。この扉を開けるのはまずい。僕は扉を開けるのをためらった。どうしたの？ダメだ。このノブを開けると中のやつに見つかってしまう。沙織ちゃんはすぐに僕の言わんとしていることを察してくれた。確かにもろバレだもんね。もうこれどうなんだ。どうする？とはいえ確かめなきゃならないし。さてどうしたものか。僕は次の行動を考えた。とりあえずおじさんに永瀬先生に連絡しろよ前は全然しなかったけど。え？強引に扉を開けて中を確認する。裏に回り込んで窓から覗いてみる。これできるの？裏に回り込んで窓から覗くっていうのができるんだったらこっちの方が絶対いいと思うけどな。自殺行為だもん、中で中入っちゃったら、月島さんにバレちゃうし。とりあえずセーブするか。はい、セーブしました。とりあえず裏に回り込むっていう選択を取ってみたいと思います。はい、裏へ回って窓から覗いてみよう。うん。僕たちは例の非常口から外へ出て生徒会室の裏側へ回ることにした。外から見えるんだったらそれが一番いいよな。非常口を出ると そこには冷たい風が吹いていた。とっぷりとした黄色い月明かりが僕たちを照らしている。自転車通学用の駐輪場がある。そこから細い隙間を抜ければ校舎に囲まれた中庭へ出ることができる。人一人がかろうじて通ることができる、狭い隙間の途中に確か生徒会室の窓があったはずだ。よく知ってんじゃん。東校舎全然知らんっつってたのに把握してんじゃねえか。僕たちは狭い校舎の合間を通ってその窓の前へと移動した。窓には、暗幕が引かれており、ああ、じゃあ無理か。部屋の中で蛍光灯がついているかどうかさえわからなかった。しかも窓枠はしっかりとしたアルミサッシで、音を通さない。僕は窓に耳を当てて、聞き耳を立てた。やりまくってんな。ボイス長えな。
やはり聞こえる女の喘ぎ声。しゃぶってるボイスなんだけどな。そんなに喘ぐかな。うん。ガラス窓越しでよく聞こえないが、とにかく部屋の中に誰かがいることは確かなようだ。少なくとも女の子が二人。あ、そうか、しゃぶり合ってたの。なんでもない、なんでもない。みだらな観音のよがり声を上げている。その時二人の声に混じって今度は男の声が聞こえてきた。三人か。果たしておじの想像がどこまで正しいのかわからないが、仮に遠からずだとすれば、中で行われているのはみだらな乱行パーティーだろう。誰の？沙織ちゃんが興味津々といった様子で聞いてくる。ああ。みだらな乱行パーティーってみだらじゃない乱行パーティーってあんのか。そう言って僕が窓ガラスから耳を離した時、窓ガラスが若干横に動いたような気がした。危ない危ない危ない。まさか。僕はそっと窓に触れて指先に力を入れてみた。あ、そういうことね。内側から誰かが開けようとしたっていうわけじゃなくて鍵が開いていたっていうことか。すると窓はススッと横にスライドした。なんという幸運だ。鍵がかかってないじゃないか。単なる偶然か、それとも何らかの理由でわざと鍵を開けてあるのかはわからないが、ついていることには変わりはない。これ月島さんが開けっぱにしてたんじゃないの？夕方に生徒会室に来た時に、その花束の話、太田さんの話をしに来たついでにここの鍵だけ開けといたみたいな。ドアだとバレるから。風が吹き込んでカーテンが揺らがないように気を配りながら音を立てないよう静かに窓を開く。